プラットフォーム9号で入り口に残る、ひげ文字風の案内表示改札外コンコース、ひご橋駅は、大阪府大阪市西区江戸堀一丁目にある、大阪市高速電気軌道4つ橋線の駅である。駅番号は y、Y12、四つ橋筋の地下にある。新朝日ビルディングの解体工事に伴い、2009年2月19日の、 終電をもって、旧中野島地下街を経由する連絡通路が閉鎖。そのため、京阪中野島線に乗り換えるには一旦地上に上がり、四つ、橋筋を歩いた後、再び地下に降りなければならなかった。中野島フェスティバルタワー東島の竣工直前の2012年11月1日以降、連絡通路の利用が再開され、不便は解消された。しかし、 2015年5月3日から2017年4月16日までバリアフリー化工事のため渡辺橋駅につながる4号で入り口が閉鎖されたため期間中は再び京阪中野島線に乗り換えるには一旦地上に上がる必要があった地下鉄未動筋線淀ド橋駅の混雑緩和のため当駅が絡む定期券は淀ド橋駅でも利用できるただし 両駅間に連絡通路はなく、一旦地上に上がりとサボりつを東へ6分ほど歩く必要がある。島式一面2線ホームを持つ地下駅。改札口は南北1カ所ずつ設けられている。当駅は大国町管区駅に所属し、大国町副管区駅長が当駅及び西梅田駅を管轄している。2020年11月10日の1日。 乗降人員は58,117人である。四つ橋線では、南馬駅、本町駅、四つ橋駅、西梅田駅に次ぐ、第5位で、同線の単独駅では、西梅田駅に次ぐ、第2位である。淀屋橋駅は東へ400メートルほど。駅のすぐ北を、土佐堀川が流れる。大阪市ティバス。ありがとうございます。